初から始めるね。アザナ様、アザナ様ですよね。
ご主人様。はい、ご主人様、ようこそプライトオリウムソムヌスへ。私たち、長い長い間お待ちしてましたのよ。何ですか、ご主人様。いけませんわ、私、うっかりしてました。まだ自己紹介もしてませんでしたわね。そうですわ。私たちはご主人様のことを存じてますけど、ご主人様は私たちのことをご存じないでしょ？申し遅れました。私、この館のメイド頭を務めさせていただいているフィン・テンニエスと申します。はい、ご主人様、フィンとお呼びくださいませ。はい、そうでございます。ご主人様のおじい様、天璋院龍一郎様から私たちがこのお屋敷をお預かりしております。それはきっと何かの間違いでしょう。
ご主人様、アザナ様ですよね。面影が残ってますわ。はい、ご主人様がまだ小さい時にここにいらしたこと、よく覚えております。はい、先代様とご一緒にいらっしゃいましたのよ。覚えていらっしゃいませんか？ご主人様、それでこちらにはいつまでご滞在ですか？1週間。そうですか。ではその間に洗濯をなさるのですね。申し訳ありません。長旅でお疲れでしょう。お屋敷にご案内しますね。どうか私に持たせてくださいませ。お役に立ちたいんです。それはそうですけど。それではご主人様、扉を開けてくださいませ。その鍵で扉を開けてくださいませ。開きましたよ。
ご主人様。それはマージちゃんが手入れしてるからですわ。噂をすれば、あらあら。マジちゃん、ちっちゃん、どうしたのかしら。ご主人様がいらっしゃるのを、それはそれは楽しみにしてたのに。しばらくこちらでお待ちくださいな。ちょっとご主人様のお部屋を見てまいります。なれなれしくするな。
ら、どうなさいました？あらあら、それはきっとファムちゃんですわね。本当はフォニームって言うんですけど、愛称でファムちゃんって呼ばれてますの。ええ、そうです。私の娘なんですよ。ご主人様、私、そんなに若く見えます？困った子だわ。後でちゃんと言い聞かせておきますわね。ん？お優しいんですのね。いけない。こんなところでお待たせしちゃって。お部屋の準備ができましたの。こちらへどうぞ。